今朝の6時43分になりました。1月4日です。薪ストーブに火をつけようか。寒い風があるね、今日はちょっと。いってらっしゃい。無意識に行ってきます、うん、うわ、蒸気が、あったかい。気をつけられて、火傷するもんね。もう塩になってしまった、これ。うんうん、オッケー。はい。朝風呂どうだった？気持ちよかったよ。人多かった？めっちゃ気持ちよかった。人いた？うん、いた。何人ぐらいいたかな。私が出るときに2人ぐらい、入るときに2人ぐらい上がって、うん、で中にはまた3人ぐらいいたかな。めっちゃ気持ちよかった。られてなくないって思った、うん、もしかして。あ、ちょっと緩すぎたかも。
しれねえ。あら、めっちゃ粗かった。え、粗いと苦いんだったっけ。え、わかんないけど、粗すぎた。粗すぎる。まだ全然削られてないのもある。だよね、うん、これだ。何でしょう。久々のコーヒーミルだ。やっとコーヒー豆を買ったんだ。あ、でも匂いがすごくいいよね。うん、いい匂いがする。見えないけど、全然。粗さはどのぐらい、段階で言うと。ん、わかんない。こまめ、粗め。粗め、全然粗め。粗いと苦いんじゃなかったっけ。だったっけ。もう覚えてないがよ。引き方で違うんだよね。違うよ、それは分かってたんだけど。うわ、やっぱりほら、めっちゃこぼれる、これ。ちょいちょいちょい。このさ、ボトル、なんでこんなこぼれんのか。半分ずつ飲む。それとももう一回引く。コップを変えて。え、そのままちょっと飲んでみる。試しに半分ずつ。豆乳入れて。あ、でも薄いよ。本当に薄いわ。本当は私ブラック飲みたかったけど、なんか薄そうだからいいわ。全然味しなくない、コーヒーの味。うん、まほのかに。え、これなんで。こっちもでも結構いい感じのカフェラテって感じだよ。うん、そうだね、カフェラテ、うん、うん、確かに。ちょっと寒さが和らぐってたよね。あ、そうなの。うん、まあ、年末年始は冷える予報だったもんね。そうそう、それに比べたら結構上げたいと思う。花見柿もスタッチに渡したんでしょ。え、これ両方とも渡したじゃん。嘘。うん、片方だけしか持ってきないの。ああ、意味ないじゃん。うわ、すっげえ。え、何その、めっちゃすごい大きいの。本格的すぎやろ。出来上がり。あ、美味しそう、ご飯。あ、本当だ。私のだからね。お腹空いた。はい、はい、いただきます。おいしそう。で、昨日カズが作ったチャーハンを私残してたから、これも蒸したの。わー、絶対これうまいよ。ブロッコリーが、うん、やばい、めっちゃうまい。おいしい。すっげえおいしい。あっちゃ、うん、
てた感覚なかったんだけど、あっちかな、じゃあ。わかんない、全然大丈夫どう、おいしい、おいしいでしょ、うん、ちょっとあと7口ぐらい味に足してダメなくなるじゃんちょうど7口ぐらいじゃん、もうおお、出ました、いいね、タンマンゴごめんね大丈夫、目標言うつもりなかったからあっつ、熱いね、よく向けたね、うん、天下とつらんかわつうまいこれプレゼントします。なんでなんでなんでですか。え、なんで。いや、もう巻きが。いやいやいや、すごい助かって。そんなんそんなん。いやいや、また作ればいいんだけど。本当にいいですか。本当にですか。いいですよ。使って。で、多分どうにか。ぴったり。大変なことが起きました、はい、今ですねもう9時過ぎで、私たちももうそろそろ片付けをしなきゃなって思ってたんですけど、うん、お隣さんが私たちのことを知ってくださって、うん、話しかけてくださって、うん、であちらのテントも見せてもらってっていう、うん、ちょっと交流があって、ね、そう交流があって、昨日その薪を探したりしてて、うん、あ薪だったらうちたくさん持ってますよって言って、うんうん、薪をあげたのね、うん、1袋、そうそう、だからそのお礼にということで、うん、これがこれが来ました、やばくないですか、うん、すごいですよね、それもご主人さんの手作りなんですよ、うん、これお隣のご主人さんが DIY で作ったものなんですけど、いやもう DIY のレベルじゃない、レベルじゃない、ほんとすごい、これはすごいですね、よかったら使ってくださいということで、うん、昨日すごいすごいって私たちが言ったもんだから、そうそうそうなんか請求したような感じになったのかなといやでもこれすごいすごい、うん、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、calling out your name as you shut the door behind you.